細谷高柳によるマクロス最高視聴会を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいなぁ、欲しいなぁ。すごい仕掛けだ。いいなぁ、欲しいなぁ。みんな欲しいなぁ。バネッサちゃん、僕は一番バネッサが好きです。やっぱり通じるね。俺もバネッサちゃんが一番好きかな。どっかの子供が取り上げてきたんでしょう。いやいやいや、これは俺の。来るぞ。ツンツン来た。ちなみにこの3人、この3人、我らとロリーとコンダなんですよ。なんだっけ、ガンダムのさ、はい、なんあれなんだ、ディスティニーとかじゃねえや。で、一斉ロックオンするんだけどさ、はい、それがレーザーなんだよね。あ、そうなんですか。うん。テレビに向かって俺異議を唱えたもん。ミサイルだろっつって一斉ロックオン。確かに意味ないじゃん。確かになんかレーザーがこうシャンシャン切ってくれんならいいけど、確かにあのミサイルですよ、うん、なんか言った。問題の場面が来ましたよ。ワインサラダもう少しで出来上がるわ。それまでちょっと飲んでて。もう飲んでるよ。渋いっすね。できたわ、お待たせ。もうやったの？ロイ！ロイ！で、これがパインサラダですからね。中隊も全滅するんですよ。そういえばそうだね、聞くね、弱っみたいな。そうだね。カキザキ一番奥にいるんですよ、カキザキが。こんな時にタイミング運だね、はい、で変形も遅い、うん、そしてフフフ、高柳君は小学校からクロスを切っていたんで、掛け酒を忍んでね、行こう。初めての反逆だね、これは。これはそうです。初めてもやってらんねえよっていう。うん、でも意味も気持ちの転換は早いな。はい、そんなに光に依存して生きてないから。なきゃないでいいんだよ。かわいくない。かわいくない。ゼンドラディークの中でも撃墜王の名を欲しいままにしたこの私に。かわいくない。
キン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 なんかこう二人が絡まるんだよねこの後。そうなんです、殺せって言って、ね、そうなんかこう負けたほらこっからですよ、こっからやるなマックスもうおしまいね、地球の次は私たちも。まだやられるって決まったわけじゃないよ。ひらめきましたね。そう、そういう意味では功労者だな、光る。歌ってくれないか。あんまり戦闘では、ね、うん、役に立たないくせに。そうなんだ。あ、僕に考えがいろいろありますわな。いろいろあります。ここでもう区切りはつきましたね。ついたね。うん、すげえ業者、すげえ全然色褪せないですよ。映画のレベルだねこれ、うん、だマクロスに感動して小学校2年生の時に、うん、ここの部分を思い出して、うん、作文を書いたことがあります自主的に自主的に多分今でも実家にあると思うんですどうしやすか来ました来た団長、いい歌だ。俺たちも行くぜ。団長、相手は味方ですぜ。バケ野郎、肩殺しの神人よ。こう行きたいよね。こうバケ野郎。バケ野郎。うるせえ。オーライっていう。オーライ団長。行きそう、行くべきです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。高柳君は、はい、マクロス相対的にいかがでしたか。まあやはりまあこう今のね、僕に多大な影響を与えているアニメーションということで非常にこう今見ると年を取った分感じる部分が多いと。私も同感ですね。次回は、角川シリーズの角川シリーズか、カリオストロかでまとめたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。